クリスチャン・エストロジは、フランスの政治家。ニース出身のイタリア系フランス人。エストロジは、イタリア系といっても、ニース生まれニース育ちであり、19世紀にフランス領となったニースは、今でもイタリア系住民が多い。2016年まで共和党所属の国民議会議員であり、2008年からニース市長も兼務した。2016年6月より、 ニース第一副市長。2017年5月、ニース市長選挙で再選。ニコラ・サルコジの支持者である。2009年から2010年までは、フランスはフィヨン内閣で産業担当大臣を務めた。また2008年12月までは、アルプマリティーム県の県議会議長も務めた。政治家になる前、エストロジはオートバイレーサーとして、 ロードレース世界選手権等で活躍しており、1978年のフランス GP500cc クラスのレースでベストリザルトの4位を記録している。産業担当大臣、2009年から2010年海外県、海外領土担当副大臣、2007年から2008年国土、開発担当大臣、2005年から2007年、国民議会国民議会議員、 1988年から1993年。1997年から2005年。2007年に再選されるが大臣職に止まる。2008年から2009年。2010年。1988年初当選。1993年。1997年。2002年。2007年。2008年。2010年。2012年。再選。 地域県議会、プロバンスアルプコートダジュール地域県議会副議長、九百九十二年から九百九十八年、プロバンスアルプコートダジュール地域県議会議員、九百九十二年から二千二年2九百九十八年再選。県議会アルプマリティーム県議会議長、二千三年から二千八年、アルプマリティーム県議会副議長、二千一年から二千三年、 アルプマディティーム県議会議員、1985年から1993年、2001年から2009年、1992年、2001年、2008年、再選。市議会ニース市長、2008年から2016年、2017年、ニース第一副市長、2016年、ニース市議会議員、1983年から1990年、 2008年、1989年、2008年再選。都市共同体議会ニースコートダジュール都市、共同体議会議長、2008年、ニースコートダジュール都市共同体議会議員、2008年、メトロポールニースコートダジュール議会議長、2012年から1969年から1987年までの。 ポイントシステムハット c h r i s t i a n e s t r o s y c a r e e r s t a t i s t i c s a t m o t o g p c o m ット h t t p コロンスラッシュスラッシュ RECINGMEMO.free.fr スラッシュ M%20 フォーミュール %2750 モード フォーミュールパーセント %2750%201978%20 レスパーセント %20 コンプ HTM ありがとうございます。